超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。企業、自営、出版、コンサルなどで何者かになりたいあなたに、巷の売れ線ビジネス書では読めない地道だけど鉄板の裏道ルートをナビゲートする超ブレイク塾のポッドキャスト、笑うビジネスマン。こんにちは、超ブレイク塾主催の西澤和弘です。何者かになりたいあなたに向けたとびっきりのメッセージを本日もお届けいたします。ゲストには前回に引き続きまして音楽プロデューサーの津田直さんをお迎えしております。今回もですね、もったいなくてカットできませんでした。通常より長い尺でお届けいたしますので、覚悟してお聞きください。改めて津田さんについてですけれども、プロのミュージシャンとしての活動は大学在学中から始めております。卒業後はソニーミュージックエンターテインメント、当時は CBS ソニーに入社なさって、1987年に XJAPAN と出会ってプロデュースを開始、そして見事にメジャーシーンに送り出して大ヒットさせてしまいました。現在は株式会社津田直事務所代表取締役、そして引き続き音楽プロデューサー、作曲家としてアーティストの発掘とプロデュース、作曲にアレンジにと活躍中でございます。著書といたしましては、すべての始まり X という青春、この本ね、お書きになってます。まあ熱いですね。もう X との出会いから何から、その辺詳しいことはこの本読んでみてください。そんな津田直さんの詳しいプロフィールにつきましては、津田直、直しの直は直角の直、氏は武士の氏、これで検索なさってみてください。さあ今回もね、熱いメッセージたくさん詰まってます。それでは地道だけど鉄板の裏道ルートにご案内いたします。超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。前回に引き続きまして、はい、津田直さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。前回はですね、はい、もう XJAPAN、 そうですね、ね、もうこのデビューまでの経緯、もう出会いから何から、まあ一生懸命聞かせていただいてなんか ね熱いですね、なんかね、ね、なんでしょうもうね、でもね、本当その背後にあるね、いろんなものが見えてきました。本当にあのやっぱり我々は宇宙の法則の中で生きているというかですね、そこで導かれて今日私もここにいるというね、いうところでございますけれどもね、はい、うん、で特に、ね、あの今回はですね、その先日ね、津田さんのトークライブなんかにも私顔出させていただいてですね、ありがとうございます。であそこでね、聞いたお話がまあ素晴らしかったんで、うん、そうですか。これをね、この番組のリスナーにもシェアしたいっていうのがすごくあってですね、はい、うん、でこう、まあ、私のまあ現在の仕事というか業務というか、こうセミナー、ビジネスのセミナーとかやってるとですね、まあ、この業界をじゃあ、そのじゃあ経済的にあの支えてる人たちっていうのはどういう人たちかっていうと、はい、自分探ししてるような人なんですよね。うん、じゃあ探して見っかるもんかといえばそういうだから自分発見セミナーみたいなものにね、こう出まくって散々金使って結局何にもなってないみたいなそういう人が多いんです、で一方でまあそれをお客にして儲けてる人がいて、それがまあ、まあ善なのか悪なのか、割り切って経済的にやってるのか、それ分かんないんですけどもね、でもやっぱりそもそもその自分探しに行くってことに対して私非常に疑問がありまして、これやっぱ津田さんお仰せの通りに自分の人生自分で作る、うん、これ一個正解だと思ってまして、はい、そのそこの部分の、はい、津田理論を今日はお聞かせいただきたいんです。そうですか、はいはい、これ簡単な話で、はい、人生って一個じゃないってことですよね。人生は一個、だって自分の人生一個だけじゃないですか。まあそうですね。で、うん、生まれて意識がついてから人生だなと思って、うん、死んで終わりじゃないですか、うん、僕本当に不思議に思うのは、うん、そういう意識がない人と話していてびっくりするのは、はい、自分の人生の中の物語なのに、うん、他の言葉とか常識とか情報で振り回されてるうちに終わったりしてないみたいな、意味が分かんないです僕は。だって自分の人生、うん、それ以外って分けたら、うん、まず自分の人生があって、うん、でその人生のためにいろんなものを情報が入ってくるべきでしょう、うん、はい、
で僕昔から思ってたのは小学校でも幼稚園でも何でもいいんですけど、うん、小さな頃に自分の人生って何だろうなって思ったり、うんうんうん、自分の人生どうしたいかなって思うのが先で、うんうん、じゃあどういうふうに受験しようかなっていうふうに降りていかないと、うんはいはいはい、どういうふうに仕事を選ぼうかなって降りていかないと、うん、意味ないと思ってたんですよ。まあトークライブやるっていうのはそれを伝えたいからやってるわけで、うん、日々伝えたいと思ってるんですけど、分かりやすい話は、うん、ちょっと一見離れますけど、はい、毎秒なんですよ。毎秒だ、人生と毎秒に僕は分けてて、ほう、で毎秒って何かっていうと、さーって帰るのにこっちの道、あ、やっぱこっちの道で帰ろうとか、うん、これ人生変わるんですよね。あ、僕大学生の頃にアルバイトしていて、うん、昼飯食いに行こうと思ったら、うん、その目の前で、まあ、事故があったんですよ、うん、でまあそれが悲惨な交通事故で、もうすごいショックを受けて、うん、でその後いろいろ考えたんですけど、うん、もしその事故に遭ったあの人が、うん、ほんのちょっとだけその前にいた場所で、うん、ちょっと迷って出るのを5秒遅れたら、その人事故に遭ってないわけですよね。まあそうですね、うんうん、じゃあ僕が例えば、うん、今日カップラーメンにしようかな、やっぱちょっと食べに行こうって、うんうん、それで人生変わっちゃうわけですよ、うん、これが僕が毎秒毎秒の選択をしていることが大事だと思っていることで、うん、だって死んじゃうかもしれないですよ。確かにね、その判断とかね、決断とかっていうと、ね、選択とかっていうと、なんかこう人生の大きな岐路に立たされたとこばっかりこう考えちゃいますけど、ね、実はそうではないんですよね。全然もう、うん、今ドアを開けるか、うん、今動かないでいるのか、うん、今窓を開けるのか、うん、テレビをつけるのか、うん、人に電話かけるのか、これ全然違うでしょ、うん、はい、で僕はその連続で人生が作られてると思うから、うんうん、ってことはそれを一番いいベストを選んでいけば、うん、自分の納得できる人生になるって考えたら、うん、とてつもなく選択肢広がるじゃないですか。そうですね。だからその選択で人生が変わるんだったら、うん、常に100点満点でいったらとんでもないところまで上がれるんじゃないかと思うんですよ、はいはいはい、それで、うん、例えばビジネス的な話になると、うん、誰でもいいんですよ。スティーブ・ジョブズでも松下幸之助でも、うん、あるいは、ロックフェラーでも、はい、ビジネスの世界にはビジネス世界の孫さんでもいいですよね、はい、天才的な人がいるじゃないですか、僕会ったことなくても、うん、直感で想像で言い切れるのは、うん、彼らは毎秒毎秒 あの選び方が100点満点系じゃないかなと思いますね、うん、なるほど。いやもちろんそれでものすごい大失敗もするけど、うんうん、生き方はそっちを選んでるんじゃないかなとしか僕は思えないんですよ。でそれは一郎も同じだし、うん、松本人志も同じだと思うんですよ、うん、だから僕がたまたまその職業柄、うん、日本で一番人気者になるアーティストを生み出したくて生きてるから、うん、いつも日本一日本一って発想になるから、うん、松本人志も尊敬してる、一郎も尊敬してるんですけど、うん、やっぱりスティーブ・ジョブズも尊敬しますよね、うん、ロックフェラーだって尊敬するわけですよ、うん、なんでかっていうと1位だからっていう圧倒的に人類を変える人が僕大好きなんですけど、人類変える、はい、うん、でそんな人は何をしてるのかって考えると、うん、どう考えても僕も一緒だと思えるってこと、僕なんか誰も知らないただの人ですよ、うんうんうん、でも同じ人生だと思えるってことは、うんうん、逆に言うと誰でもできるはずなんですよ。はあ。超ブレイク塾ポッドキャスト、笑うビジネスマン。ただそういう発想をしてないだけなんじゃないかなと思って、うん、逆ですよね、うん、例えばやっぱりアメリカ行こう、とにかくアメリカ行こうと思った人が、うん、まず旅の日程どうしようかなって考える、うん、これは分かるんですけど、うん、とりあえず旅行会社のパンフレット見てどれにするかもう選んで、これで行くんだけど、うん、あ、そうか、自分はサクラメントに行くのかって、そんなバカな話じゃなくて、うん、まずどうしたいかがあって調べるべきでしょう、うん、だからどういう人生にしたいか考えて、うん、自分はこういう人生にしたいなと思った時、自分が毎秒毎秒何を選択するのかなって考えるべきだと、うん、なるほど、と僕は思うってことです、うん、突き詰めてしまうと、はい、それをやって、うん、悔いのある人生になるわけないと僕は思ってるっていうことなんですけどね、うん、はい、言ってしまうと、でそこでですね、大体こうその自分を探しに行っちゃうような人はですね、方法論に行ってしまうわけですよ。じゃあどうすればそのベストな選択ができるんですかとかね、どうすればその目標は立てれるんですかという話になっちゃうんで、はいはい、これはちょっとねズバッと言ってやってくださいよ。ズバッと言ってだから探すんじゃなくて自分もいるんで、うん、だから繰り返しになりますけど、
もう明日何かの理由で死んじゃうかもしれないってことは、うん、もう今意識してるあなた自身のそこにしかないので、うん、答えは、うん、じゃあ何が欲しいかですよ、うん、どういう気持ちになりたいか。僕はさっき毎秒毎秒って言ったのは、うん、大事なのは例えば僕の場合を話すとですね、例として、うん、僕は毎秒毎秒がなんかね、うん、楽しくて輝いていたいんですよ、うんうんうん、快楽主義って言ってもいいぐらいにキラキラとしていたいんですよ、うん、それを14歳の時に音楽で行けばそうなるって決めちゃったんですよ、うん、で毎秒毎秒キラキラしていたら、うん、そしたら例えば辛いことがあったとするじゃないですか、はい、でそれがキラキラした辛さだったらいいわけで、はい、ってことは解決すればいいわけで、うん、答えが見えればいい、うん、だから答えを見つけるのに全力、うんで行くみたいに、うんうんうん、だから僕の場合はキラキラな毎日が続くことが大事だから、うん、だから例えば3年後にこれをなんとかゲットしたら人生がうまくいくから今は死ぬほど辛い思いをしようって発想僕はなくて、うん、何かのために頑張るとしても頑張ってるその瞬間がもう輝いてなきゃ嫌なんですよ。なるほどね。だから人生は映画っていうのはそういうことで、うん、映画って必ず見ていて、うん、それ作品だし、うん、みんなにドキドキ当たれるじゃないですか、うん、で必ず光の具合とかが美になってるじゃん。僕は人生は毎秒毎秒そうじゃなきゃ嫌なんですよ自分は。お僕の場合はそうやって考えた、うん、そのためにどうするかって逆算していくわけですよ、うん、だから今例えば自分探しに出かけようかなって思った人もちょっと探しに行かない で、うん、でどういう人生にしたいのか、うん、どんな毎秒が続く人でいたいのか、うん、であとは自分しかないから自分の持ってる資源ですよ、うん、自分の得意なこととか、うん、自分が好きなものとか、うん、自分の細胞の方向性、うん、下痢しやすいだとか、うん、食べ物を食べるのは好きだとか、うん、すごい痩せがちだとかいろいろある中で、はい、それをどうやって組み合わせてその自分の好きな人生に近づけるかをとにかく自分に問いかけて、うん、対話を続けるだけ、うん、そこから見えてきたものは絶対に自分の人生の望む方向なんですよ、うん、なんでかっていうとその人の人生はその人だけなもので、はい、死んだら終わるから、うん、死んだら終わる大切な以降の人生をわざわざ自分の嫌いな方向にする人もいるわけないですよ。うーん、その時に全ての情報はカットした方がいいですよ、はいはいはい、全ての情報のカットする中の半分は、うんうん、自分と関係ない外側からの情報、うん、もう一個、うん、一番カットした方がいいのは、うん、自分はこういう人間だからという外側からの情報、うんうん、学校の時にはこういう評価だった、うん、親にはこう言われた、友達にこう言われる、うん、それ全部誤差があるんですよ、うん、あ本当の自分と誤差がある。例えば A さんが自分に言った言葉、うんうん、A さんは自分の人生の方が大事だから自分が1位で2位以下の津田直しに何か言ってるわけですよ、うん、そんなのよりも津田直しが自分の津田直しの人生と自分のことを考えた方が正しいわけだから、うん、そっちをと突き詰めて対話するためには一回そういう情報を全部カットするんですよ。うーん、自分を探しに行くんじゃなくて自分が目の前にいるから、うん、それと対話をする、うん、そっから見えてきたものが、うん、これ難しいとかなんかややこしいとか気が重いことじゃなくて自分の人生を作るわけだから、うん、ワクワクしてなきゃおかしいんですよ。そうですね、はい、でその時にでも俺はこうだからなって思う人がいたとしたら、うん、それ他の人に言われたことでしょって他の人と関係してることなんですよ、うん、全部ネガティブなことって、うん、こう言われたとか、うん、だから実際俺はこういうことをしちゃってるしってしちゃったのは全部自分じゃなくて外側との接点じゃないですか、うん、何か失敗したっていうのも自分の失敗じゃなくて誰かにを傷つけたりしただけで、うん、だから一回それ遮断していいんですよ、うん、自分のと対話するときは他は全部カットしちゃう、うん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 、どんなにわがままでもいいから、うん、でそこから生まれたものを元にして自分の人生を設計するんですよ。さて今回も内容盛りだくさんでカットするのがもったいないということでこの続きはパート2をお聞きください。